礼拝は、宗教において神や仏などを拝むこと。仏教においてのみ、礼拝、それ以外は、礼拝と読む。キリスト教における礼拝とは、神に対する奉仕行為、及び、儀礼一般のような間接的行為を指す。教義には教会における、儀礼一般を指す。教派によって、若干の語義の差がある。日本では、 キリスト教の後期等全般をミサと呼ぶ事例が参見されるが、ミサとはカトリック教会の天礼儀式を指す語彙であり、キリスト教の礼拝一般をまとめてミサと呼ぶのは誤りである。上の表における用語は教派ごとに大小の概念の違いを含んでおり、対応する極道士が一対一対応して一致しているわけではない。神のみに認められる最高の礼拝行為を英語。 または、ラテン語でレトリアという。レトリアはギリシャ語のラムダアルファータウローイプシロン、アルファーに由来し、雇われた労働者の状態や、方針を語源とする。かつて、尊敬を意味するギリシャ語、パイローシグマカッパニューイタシグマイオータとの、区別は明確ではなかったが、第22回や公会議以降は、ラムダアルファータウローイプシロンアルファーを、唯一の神聖に対する崇拝 パイロー・シグマカッパ・ニューイタ・シグマ・イオータを、聖人や製造などの聖なる、非造物に対する数形、として区別するようになった。初期キリスト教の天礼と、皇帝礼拝初代教会において、ヘレニストの代表であったステファノ。彼はファリサイ派によって、異種うちの形にされるが、ジャン・ダニエルは、この殉教の裏側に、キリスト教内部のヘレニストと、ヘブライストの立場の違いを見ている。 図は、イタリアバロックのボローニャ派、ジャコモ・カベドーネの作品キリスト教は、ユダヤ教とは明らかに異なった、礼拝観を持っていた。イエスは、旧約的な神殿礼拝を拒否してはおらず、祝日には自ら神殿に赴いたが、一方で、より内面を重視した、新しい礼拝観を示した。あなた方が、この山でも、エルサレムでもないところで、父を礼拝する時が来る。 あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いは、ユダヤ人から来るからだ。しかし、誠の礼拝をする、者たちが、礼と真理を持って、父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら、父は、このように礼拝するものを求めておられるからだ。神は礼である。だから、神を礼拝する者は、 霊と真理をもって礼拝しなければならない。イエス、新教導訳ヨハネによる、福音書4.21から24。使徒時代のキリスト教徒であるステファノの次の言動には、このイエスの内面的な礼拝観がよく現れている。神のために家を建てたのはソロモンでした。けれども、意図高き方は、人の手で作ったようなものにはお住みになりません。これは、 預言者も言っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足台。お前たちは私にどんな家を建ててくれるというのか。私の行こう場所はどこにあるのか。これらはすべて私の手が作ったものではないか。神教道約使徒行伝7.47から50。彼はエルサレムの神殿に直結した。 ユダヤ教祭司を否定し、イエスの述べた新しい礼拝を強く主張したために、殉教した。初期のキリスト教会が外形的な表現を重視しなかったわけではない。集会道としての教会は、天礼の中心となったし、先礼は、キリスト教共同体としての、教会への加入を視覚的に表現した。しかし2世紀後半から3世紀にかけての、キリスト教長術家、 ミヌキウス・フェリクスは、私たちには、神殿も祭壇もないということを異教徒に対して誇った。教会は周回する場所であり、祭儀は建物としての教会道に帰するのではなく、神と共同体としての教会それ、自体に帰するのである。初期キリスト教ではイエスこそが祭司であり、大祭司で、そのキリストにつながれているという意味で、教会が祭司なのであった。 このような内面性の強いキリスト教の性格は、ローマ帝国で行われた、いわゆる皇帝礼拝と相入れざるもので、帝国は公共祭祀である皇帝礼拝を受け入れないキリスト教徒を公共の宗教からの逸脱者、国家離反者として迫害したという説が歴史学者の間で長く論じられてきた。特に自らを主にして神と称したドミティアヌスが、 このような皇帝礼拝の要求者とされ、彼の地下に激しいユダヤ教徒やキリスト教徒の迫害が起こったと考えられた。しかし、この迫害の資料は2世紀以降の伝承に基づくもので、迫害はなかったとする見方もある。迫害と皇帝礼拝は因果づけて考えられ、間接的には古代教会が日曜日を主の日として制定したことも、 皇帝礼拝に対抗するキリスト教徒の信仰告白であったという見方もある。また、ヨハネの目視録の第二の獣は、獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしないものがあれば、皆殺しにさせた。という記述もある。しかし、保坂隆殿によれば、皇帝礼拝という名での祭儀は多様であり、 内容においては極めて政治的な意味を持つものから宗教性の高いものまで範囲においても都市国家規模から属州単位のものにないても一応でなくそれらを統一的に皇帝礼拝という一語で把握することには飛躍が伴うことが示されている。目視録の記述についても正確な史実を反映したものではなくトミティアヌス統治期に 皇帝礼拝拒否が法廷での処刑につながったという見方は困難とする。礼拝とはカーバの方角へ向かってお祈りすることでイスラム教の五行の一つである。礼拝の方法には一定の決まりがある。普段は家庭などで個人で行ってもいいが、イスラムの祝日である金曜日には5回のうち1回のお昼の礼拝はモスクに集まってみんなで行うことが奨励される。 イスラム教では、1日5回の礼拝を行う。各礼拝の大体の時間帯は、1回目は夜明け、2回目は夜明け以降、3回目は影が自分の身長と同じになるまで、4回目は日没から日がなくなるまで、最後は夜となっている。礼拝が始まる時間は、ムアジンと呼ばれる人によって告げられるが、これをアザーンという。昔は、 モスクの先頭に上りその上からアザーンが行われたが、現在はスピーカーが取り付けられている。ありがとうございます。